イヤーフックを10点ご紹介していきます。イヤーフックはお耳の後ろからこのようにかけます。市販のフックと違い、このように弾力性がありますので、ご自分のお耳のカーブに合わせて調整していただけます。素材はステンレスです。金属アレルギーの方も割と安心してお使いいただけるのと、耳全体からかけるので重さを感じず、そして痛くありません。広げすぎてしまった場合は、こういった筒状のものに巻きつけていただいて形を整えていただくと、またこちらの輪っかが小さく戻ります。こちらの3点は猫のメタルパーツが下がるデザインです。天然石やガラスビーズと合わせてあります。猫ちゃんひっくり返ってもちゃんと背中があります。天然石やガラスビーズ、淡水パール、スワロフスキー、そして白い猫のモチーフと合わせてあります。キョトンとした猫ちゃんが可愛いです。葉っぱのようなこちらは天然石です。一粒グリーンのキラキラ、スワロフスキーです。天然石やチェコビーズが使ってあるイヤーフックです。こちらはピンクの石、天然石です。かぼちゃのようなチェコビーズ、蝶々もチェコビーズです。